んですよね。あれが普通の乗用車。おはようございます、キュウリさんです。ただいまですね、札幌の街を走っております。はい、キャンプどうしたんだという感じではございますが、今日はですね、札幌のハマーオーナーからタイヤをいただくことになりまして、あざっす。今朝も雪がちらついて1度とか0度とか、もうキャンプとかきついっすね、こういう時はね。今日終わってで、まあ、キャンプ生活に入ろうかなと思ってますので、はい、引き続きご視聴の方よろしくお願いします。ではちょっとお店の方行ってまいります。おっす。はい、ということでですね、今日はですね、こちらタイヤワールドさん清田店さんの方にお邪魔してます。焙煎のですね、ホイールとタイヤを組んでいただくということで、担当していただける森田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。あのハマーなんですけど、はい、もう何回か。そうですね、数台はうちで、はい、交換とかはやってますので、はい、結構じゃあアメ車とか。そうですね、輸入車多いですね。そうですか、はい、あのサイズもやるんですか。まあ、いけますよ、バッチリ。大丈夫です。大丈夫です。いい感じでやっていただきますか。はい、任せてください。もうあのタイヤとかは組まれて、はい、置いてある、ね。あ、そうですね。もう組んでる状態なので、はい、あとは取り付けの方で少し加工が必要なので、はい、そこの部分させてもらって、はい、っていう形で。あ、そうですか。はい、わかりました。はい、じゃあ早速、はい、すいません。よろしくお願いします。あっちですよね。そうですね。はい、こちらになります。行きましょう。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ペデン。お邪魔します。でかいですよね。いやー、すげえな。思ったよりかっこいいでしょ。かっこいい。すごいかっこいいですね。だってまだタイヤもヒゲついてるじゃないですか、これ。ヒゲが。全然履いてない。全然新品じゃない。どれぐらい乗りました？多分3ヶ月ぐらい。マジですか。すいません、ありがとうございます。いやー、すげえありがてえ話だ。42あるよ。はい。これ入ってる。42インチはどうなんですか。調子いいんですか。調子いいけど、ええ、する。満切りで。でかっ。これ履けんのかな。これ履けるでしょ。履けますか。でかっか。今37です。今37です。あれが普通の乗用車なので。違うやつを入れてたんですか。うん。あ、危ない。全然取れなかった。あ、そうだったんですね。Attachments。はい、OK です。すげえ。はい、すげえ。全然違う。スピアタイヤ。
もダメだからそこの間とこれ見るって言ったんだよ。みんなここ書き取りつけてるって言ってじゃあ書き出して違う違う俺の浮かしてたでしょあれダメですじゃあこれの OK です。タイヤの方がつきました。こんな感じです。大人な感じになりました。こちら正面なんですけどタイヤのですね幅がこの幅がもともとが 12.5 だったのが 13.5 になってマキシスの40インチのタイヤこちらをいただきましてホイールは XD の20インチ。かなり収まりよく結構渋めのゴールドで周りにカバーがついてるんですよね。ピードロックみたいな。これがねホイールを小さく見せる。純正のホイールはタイヤがね結構内側に入っちゃうんですよ。これはもう外に出てるんで後ろから見ても結構どっしりした感じでね収まってるのかなと思います。今回3インチ車高の方アップしてますが特にクリアランスもちゃんと取れてるのでリアもですねマフラーも大丈夫ですね。ただ何かに干渉するっていうこともなくですね収まってくれたかなと。印象がねガラッと変わったパイセンですけどこれからもですねよろしくお願いします。寝ます。